丹波篠山市では大玉として知られる特産品の大山スイカの出荷が最盛期を迎えています。どっしりと実った鮮やかな緑の大玉、丹波篠山市の大山地区で栽培されるスイカは10キロ近い大きさが特徴で大山スイカと呼ばれています。また地元以外に流通する機会が少ないことから幻のスイカとも言われています。大山スイカの特徴は大きくて、でシャキシャキして甘くて美味しいです。夏場暑いですのでね、やはりスイカを食べていただいて元気になってこの夏を乗り切ってほしいと思っております。収穫された後は農協の集荷場に運ばれ、品質を保証する大山のシールが貼られます。毎週火曜日と金曜日に販売されますが、その日のうちに完売してしまうことも珍しくないそうです。今日は1人2個孫のところに送ったりとか、近所の人にあげたりとか。2人とも大好きで、もうね、喉一杯まで食べちゃう。うちも今年は生産農家の数も増え、去年より1000玉多いおよそ3000玉が来月中旬頃まで販売されるということです。